はい、こんにちは。本田技研の原点ライブラリーブロック、村上と申します。実は本田技研は動態車両保存ということで、二輪四輪汎用製品含めて全て動態保存で管理しようということで管理をしています。本田は製品を見ていただければ、その当時当時の思い、それから世界一を目指すんだ、お客様のために製品を作るんだということで物を作ってますから、そういったものを整備して保存することで、このホンダの原点というものを伝える役目を果たしております。ぜひ製品をご覧になっていただければわかると思います。そしてこちらのホンダコレクションホールには約350台の車両が展示されています。今申し上げました二輪車、四輪車、汎用製品といった製品がずらっと並んでますので、ぜひご覧になっていただけると嬉しいです。そして今日は実は動態保存という中でも公開テストということで、メディアの皆さんにお集まりいただいて、 F1 の車両ですとか昔のレーシングマシーン二輪車、これを実走行しているところを確認していただきましたけれども、これも年に1回定期的というよりも不定期です、これで行っておりますので、ぜひですね、また来年も期待していただければと思います。こういった製品でホンダの思いを伝えるということで、コレクションホールにこちらは常時展示しておりますので、ぜひ来ていただければと思います。それから週末になりますと、後ろの庭でウィークエンドランということで、市販車両がメインにはなりますけれども、昔懐かしい車が走ったりしておりますので、ぜひご覧になっていただければと思います。